本の東京の歌舞伎町をご案内します。こちらです。でここの中には、映画館と上にホテルがあります。ゴジラは日本の有名な映画の作品です。という食べ物の店です。日本人はうなぎが大好きです。このうなぎ屋さんとっても美味しいので、ぜひ来て食べてみてください。うなぎ、これがうなぎです。うなぎいますよ、中に。うなぎ、ほら、なんかいろいろうなぎが入ってる。すごい、うなぎこれこんな見た目だけど、すごく美味しい。うん、すごいうなぎだとしてる。なんか、飛んでるね。飛んでいるとこあんなに。飛んでるね、飛んでるね。やってたら、いつも飛んでる。こんなに可愛い女の子たちがおもてなししてくれます。でもお値段はちょっと高いです。はい、いい、 OK です。あちらの看板はホストの看板です。ホストはキャバクラの反対バージョンで、男の人が、かっこいい男の人が女の人をおもてなしします。ホストも高いです。はい、ここがさっき紹介したゴジラが上にいるホテルです。お店です。歌舞伎町にはこんな店もたくさんあります。ここら辺にはソープランドというお店があります。このお店は男の人にちょっとエッチなサービスをするお店です。歌舞伎町にもたくさんあります。というところです。
とっても有名な牛丼屋さんです。日本の、日本にたくさんあってすごく安いので気軽に入れてたくさん食べれるお店です。今はまだあんまりないかもしれないんですけど、日本にはほんとたくさんいろんなところにあります。何でもここで買えちゃいます。はい、今日は歌舞伎町をいっぱい、ご案内しました。今まだ11時朝なんで、あんまりお店も開いてなくて、夜になったら夜のバージョンもまた次配信。